はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。本日はですね、こちら、ブレイクアーツ2を、紹介していこうかなと思います。まあ今ね、ちょっとチラチラここに映ってるんですが、この機体ロボットメカはですね、私がデザインしたものになります。あれですよ。メカデザインの仕事をしたとかそういうやつじゃないですよ。ゲーム内の、やつで自分が組んでデザインしたって感じですね。デザインアーキテクト、アーキテクターって言うんですけどね。アーマードコアでね、よく私は見かけたんですけど。いや、いいっすね。かっこいいっすね。いや、かっこいいっすね。これがね、サブにしてね、サブ機体はこっちなんですけど、灰色にしただけなんですけど、いや、かっこいいっすね。いや、かっこいいな。この色合い保存しとこう。ちょっと見やすいようにしてあるだけなんです。うわ、かっこいいな。色合いだけでかっこいいな。もう、カラーリングデータだけでも多分めちゃくちゃ増えるんじゃないかな。あ、じゃあちょっとトレーニングしてみましょうか。スタート。本来はレースゲームなので、動いてるとこを見せましょう。まあ、20分、10分、ちょっとね、見せながら説明して終わっておかないと、このゲームね、何時間でも語れるよっていうゲームで、あ、どうしたのかな？どうしたのかな？反応なしだぞ。どうした？音は聞いてないから多分ね、終わらないと。ブレイクアーツシステムを起動しています。機体データ構築開始。アーティストとの接続完了。スタンバイ。いや、いいね。このオペレーターのね、声が入るのもね、いいっすね。本当に。いい声してるんですよね。レース開始。まあ、こういう形でね、レースですね。で、まあ、武器があるので、まあ、他にマシンがいればそれに対してね、攻撃する。これはね、格闘武器なんですが、まあ、強力な格闘武器で、一回使うと、だいぶ、リチャージに時間がかかると。おっと。この機体ね、ちょっと扱いにくい機体なんで、ちょっとだいぶ遅いですね。ビジュアル面だけを意識して作ったやつ。よし、チェンジ。サブチェンジ。いや、サブいいな、かっこいいな。あ、サブ機体あれだな。ブースターのちょっと設定がしてる。多分こっちだとブーストかけると、多分こう、ブーストの線が見える。あう。オーバーライド。まあ、オーバーライド中なんでね、うまく説明できると思うんですけど、この機体はね、ブーストをかけるとね、足の羽が展開するというねデザインになる。よし、いいかな。これはレースしながら、まあ戦うって言っても武器使うって言ってもあれですよ。任天堂さんのね、マリオカートのね、マリオカートの甲羅と一緒ですね。イメージ的には。あれがちょっとメカの武器になってるよっていう感じで。で、まあメインデザイン見て。で、これがね、タブキーを押して、B キーを押して、ブーストって項目を開くと、こういう風にね、可変してるよっていうのが見えますから。で、このね、可変構造を、まあ、自分でね、これ設定できるんですけど、パーツをね、数値を入れて。で、これが、まあ、まだ僕がやってるのは、ただこうやって、ブーストの時に動くよってだけ。背中についてるね、でっかいこの、口みたいな、鳥の口みたいな部分の、やつは勝手に、あ、これはね、もともとデフォルトでやる、動く、ブーストになると動くやつで、肩のね、羽の部分、
と足の羽の部分ですね、これは自分で数値を設定して展開するようにしてあります。パーツを使ってね。いや、いいでしょう。でも航空力学とか飛行力学的に言うと、展開してる段階ではね、こう手前に展開してるから、おそらくは、空気抵抗を考えたらね、マイナスですよ、これは。あんまり意味がないことです。ブースター、ブースト状態。どうやってもこう展開してるときに絶対に飛べてないよなって思うんだけど、まあ見た目がかっこいいからよしとしようっていう形でね、あります。あんまり考えてない。その辺も考えてね、ブーストしてるときに余計にこう飛ぶようになってるようなね、デザインが作れればっていうのだと、まあ角度とかね、ちょっと調整するような風にすればいいんじゃないかなとは思いますけど、それもね、結構簡単にできるので。チャラッとお見せしましょうかね。このパーツが邪魔だな。このパーツを、ちょっと胸のところに持っていきましょう。で、例えば、これでね、ジョイントパーツ、回転ジョイントパーツというものがありますね。回転、パラメータ回転 S、これかな。で、今これ180度水平になっているので、開始はここで、終了を変えるんだったかな。これを、270度に変えてみようか。はい。間違えたな。あ、間違えたな。これ180でいい。180でつけてみようか。これ多分最初からひっくり返ってるんだったな。ゼロで、終了時に170ぐらいにして、ブーストで、まあ、速度は速めで、B ボタンでブースト移動をしているっていう時にブースト起動すると、あ、こう後ろに下がっちゃったね。こうじゃなくて、そうだ。B で、角 B で、ブーストオンの状態にして、タブで、あ、戻ると戻っちゃうのか。そっかそっか。わかったわかった。これが90だね。多分。90に設定して、ブースト時に90度回転するよっていうようにしておけば、ブースト時に、90じゃあれだね。ちょっと角度的に45度ぐらいかな、これじゃない、45度ぐらいに設定してみましょうかね。プラス40、45ないんだよ、そういえば。これ細かい設定どうやったかな。あー、ダメだ。じゃあと90足す40は130ぐらいにしておくか。タブ B でブーストをかける、あ、いいですね、いいですね。130ぐらいだよ。ブースト時に100、オーバーライドも大丈夫だね、多分。いいですね。こういう風にして、まあちょっとね、角度をつけてあげる。ここがちょっとあれだな。意外と、
デザイン的になんか羽っぽくするんだったら、こいつかな ?150。こんなことをやってるとね、もう本当に1時間、2時間。あ、こうだね。ちょっとこれでなんか水平っぽくなったね。ただちょっとこれだと、だからこっち側だったらよかったなぁ。なんかまたいろいろと変更が必要になってきそうだな。これはこれで。まあという感じで、いろいろと設定を変えて。まあ今の状態、この角度の型が一番ベストなので、まあそれこそ、こっちで付けたパーツと同じパーツを、付けてあげれば、回転パーツをつけてあげれば、この今の状態から動いたらまた回転してるみたいなのね、多分できると思いますから。いや、楽しいですね。もうやり始めたら終わんないよ。まあ、あとはね、どんなね、機体があるかって言ったら、一回この機体データセーブしておこうか。あ、でもこれもあるのか。これはまた色保存できないんだよな、このゲームな。まあ、また、そうだな。作って、この色はまあそんなに難しくないから、今のこの色はね、ちょっと難しいから。セーブしておこう。はい。あとはね、初期機体をちょっといじった機体とか、これ見せたっけ？これ見せた。これがね、初期機体をね、ちょっといじっただけの機体で、こいつもね、ブーストの時にちょっとね、変化があるように設定している。ブーストーってあるとね、このバーニアというかね、部分が動くようになってます。ただちょっとね、角度的なのはね、また調整しないとダメかなっていうような形ですね。こうなってて、こうなった時にちょっと上向きになっちゃってるので、まあ、この辺のパーツをちょっといじったり、この辺のパーツもまたいじったりとかしてね。あと、この辺もちょっといじりたいですね。この辺も。デフォルト時がこれなんでね。で、まあ、ブーストかけた時に動くよっていう風にしてるんだけど、実際にゲーム内のブーストの状態だとこういう形になってるので、ちょっとね、また、あら？ちょっと今気づいちゃったな。ちょっと直したい部分が見えちゃったな。デザイン、メインデザイン、ちょっとここですね。ここのつけるのが角度が悪いですね。75度ぐらいかな。うん、よしよし。で、30じゃなくて、ね、ここは、30から10ぐらいにしておこうか。これも、終了が80度を、こっち70ぐらいに変えておこうか。よし。まあ、こんなことやってるとね、もう永遠とやれるので、20分、30分じゃ終わらなくなっちゃうね。動画がね。次はね、こいつをちょっとまたいじる動画を作ろうかなと思っ
ってるんですが、まあ、さっきのね紫色の機体もねなんかちょっといじり始めちゃったので、あっちもあっちでいじろうかなと思います。今のところ持ってるデータはね、ちょっとこれセーブして、で、キャンセル、ロードして、これですね、ちょっと陸上機体をイメージしたタイプのメガデザインにしたやつですね。これかっこいいんだよね、これもこれで。で、まあ、いろいろパーツつけるとね、数値が変わってきちゃうんですが、もちろん、こういうゲームなんで。ただヘッドパーツは好きなのが付けられるっていうのはね、ありがたいですね。これは多分おそらく、作ってる人たちがね、よくわかってるからこういう風になってるんだと思います。アーマードコアとかでね、いや、イケメン機体を作ろうとすると、どうしても性能で顔だけは変えてられなくなったりとかして、やきもきするところをね、わかってらっしゃいますね。顔のパーツは、特に数値関係なしと。あと、ジョイントパーツ、さっきいじってたジョイントパーツも数値入らないので、それもいいですね。ジョイントマシマシにしていろんなところ可変させることができるっていうのはいいですね。可変機構をね、使ってね、変形する人もいれば、なんかキャストオフみたいなね、パージみたいな風にしたりとか、合体させたりとかする人もいるので、まあ、その辺のね、やつはプリセットを見ればね、どんな風になるかっていうのがちょっとね、見れる部分があるので、それはね、自分で確認してみてください。あと、スチームの方にね、スクリーンショットとかで上がってるのを見ればね、おそらく、あ、こういうことなんだなってすぐわかりますから。かっこいいですね。こいつはこいつでまたね、レースというよりはバトルチックな機体を作っているので、ぜひとも私はね、誰かと打ち合いたいし、打ち合いをしたいですね。まあ、負けてもいいんですけど、全然。いや、めちゃくちゃ強い人に当たっちゃうと、本当にげんなりはするんですけどね。その辺は調整してもらってね。かっこいいのよ、本当に。すっごいかっこいい機体がね、作れるからね。いいですね。私今まで買ってなかったのはね、前のパソコンがね、ちょっとこいつ動かせなかったので、ちょっと渋ってたんじゃなかったかな、確か。まあ、買うタイミングがね、ずれちゃった。まあ、いつでも買えたは買えたんですけどね、まあ、買ってもレースしかしないんじゃなーって思ってたら、やっぱね、カスタマイズやり始めたら超楽しくってね。いつまでもできるよ、このゲーム。カスタムはね。あともう本当、変形機構さえね、覚えちゃえばね。で、それを熟知して、で、完成させた機体を眺める程度で多分終わっちゃうと思うんだけど。レースはね、難しかった。レースは難しい。レース用の機体を作らなきゃいけないから、自分のね、アーマードコアと一緒。自分のデザインしたね、こうデザインとか設定とか考えて作った機体で、バトルなりレースなりをすると、どうしても数値と、戦わなきゃいけなくなっちゃう、来ちゃう。ので、まあ、こういう風なのはね、ガレージゲーになっちゃうんですよね。そういうのがね、関係なしで遊べる、バトルができるゲームが出てきてくれれば、もう最高なんだけどな。基本性能はみんな、だいたい一緒で。あとはもう、そのプレイヤースキル次第。で、パーツは特に、見た目は変わっても、攻撃はみんな一緒ぐらいがね、一番ベストだよね、本当に。どうしてもね、まあ、この話をしちゃうとアーマートコアの話になっちゃうんだけど、どうしてもね、その、勝つための機体と、眺めるための機体とはまた別の組み方をしなきゃいけないっていうのがね、ジレンマだよね。
こう自分がデザインした機体で勝ちたいよってなると、もうそれはもうあのどんなにね性能が悪くても、まあプレイヤーのねあのスキルで頑張ってあげてくださいっていうフロムさんのね、あの鬼畜な部分が出てるんですが、ねえ、いや あとねこれね、機体だけじゃなくて武器もね全部ね自分でデザインできるんですよ。なのでね、ここに今プリセットがあって、プリセットを見て最初ね、この武器はこういう、スタンスでいく、こういう思考で作りたい、こういうパラメータで作りたいっていうのを先にこっちでね学んでから自分でね組み立てると、まあ、よりあの使いやすい、よりそのイメージに合ったものが作りやすいと思いますね。私は適当に最初作っちゃったんですけど、それでねちょっと失敗しましたね。ガトリングなのに全然撃ってくれない、ライフル並みに遅いみたいな作っちゃってね、パラメーター見て作ったらあれこのガトリングちゃんと撃ってくんないな、なんでポツ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 しか撃たねえんだろうなと思ったら、パラメーターのね作り方が悪くてですね、まあ、作れない人はねプリセット見てねいろいろ研究してやるもよし、あと細かいところのデザインはね自分の趣味趣向に合わせてればいい機体が作れるんじゃないかなと。カラーリングもねかっこいいカラーリングいろいろ作れるからね。であとねセッティングのどれだったかな、キーコーフィングじゃなくてグラフィックサウンこれかな、これにねシークレット以外のモジュールを開放っていうのがあるので、これをありにしておけば、まあ最初から全パーツがだいたい使えます。私はこれで適用させてます。ちょっとねレースが下手くそなんでね、どうしても、いやかっこいいですね、いやかっこいいんだよ、いやかっこいいんだよこれ、いやいいデザインしてますね。もうね、どうやってもかっこいい機体しか作れないっていうのはね、本当にいいゲームですね、これね。まあ、あとこれでね、打ち合いをしたいですね、レースじゃなくて私は。レースはね、見るのは好きなんですけど、やるのはすごい下手くそでね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね、まあ、今ね、私が描いてる、イラストの T シャツとか発売してるんですが、ちょっとね、またね、ロボチック、メカチックのイラストが欲しいよっていう場合とかあったらね、コメントなんかに載せていただければね、それっぽいの作りますんでね。ただ、ブレイクアーツの、その、自分で作った機体を、イラストに上げてっていうのは多分ちょっと、権利的にまずいと思うんでやらないんですけど。まあそういうのも考えてます。オリジナルデザインのメガもね昔はよく書いてたんですけどね、最近は書いてないですね。いやーこれ見てるだけでもいいでしょう、これ別にレースしなくたって全然楽しめるゲームなんでね。値段相応でしたね、私セールの時に買ったんですけど、マジで通常の価格でも全然買ってありなゲームです。はい、おすすめします。まだこう3年は経ってるんですけど、まだ全然遊べますね。もう新鮮すぎますね、私にとっては。いやー、まあ欲を言えば、逆関節だったり四脚だったりが欲しいかな。あと流線形パーツがもうちょっと欲しければ、まあデザインの幅が広がったんじゃないかなとは思いますけど、まあそこはね文句はあんまり言えないですね。パーツを増やしたらパラメータ数値がまたね乱立しちゃうのでね、今あるのでちょっとやっぱ仕上げてもらって、まあ私全然レースしないですけどね。デフォルトのね最初の機体が一番扱いやすかったので、あれしかレースでやってないですねあれ以外自分の作ったやつだとね、もうパラメーターがねもう数値を合わせてもね手になじまないんですよね。やっぱ基本のやつでやるのが一番扱いやすい。デザインで作っちゃうと絶対ね、パラメーターが合わなくてね、カーブ曲がれないし、復帰するのもブースターがちょっと、サイドブースターが強すぎちゃって、
復帰したはずなのに、今度は反対側のコーナーにコーナーの外出ちゃったりとか、コーナー曲がれなかったりとかっていうのが多々あるのでね。まあ、とりあえずね、今回はこれにて終了したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。